伝説詐欺がひどすぎる一般ポケモン。このポケモン見た目も演出もさすがに伝説のポケモンだろうな、と思っていたところに、不意に野生のポケモンとして出てきたことにびっくりしたことはないだろうか。今回は特にひどい伝説詐欺をしている一般ポケモンを紹介していこうと思う。容疑者1アブソル。ルビサワから登場する当時のアニポケの OP にて、伝説ポケモンであるラティオス・ラティアスと共にかっこいい演出で登場。その意味深な演出から誰もが伝説ポケモンだろうと思っていたところ、なんとヒマーキシティの右側の草むらで野生として出現。ラティ兄弟と同じく逃げるタイプの伝説と勘違いしてマスターボールを投げる人もおり有罪。容疑者にウルガモス。卵も存在する至って普通のポケモンだが、なぜかダンジョンの最王に固定シンボルとして配置されている伝説のポケモンです。感があまりにひどく、意味もなく慎重になって捕まえようとしたトレーナーも多い。次回作の XY ではメラルバが野生で出てくるという始末。有罪。容疑者3ウィンディ。初代から登場するポケモン。アニメでは純伝説と同列に語られるような演出があり、ポケモンの分類伝説ポケモンの表記もある。にもかかわらず伝説ポケモンとは一切の関連性がない。完全なる身分の詐称のため有罪。